はい、今日は5時45分、ゆっくりやね。ゆっくりとは今日はゆっくりとはそもそもいつも3時とかがおかしいっていう。おかしいよ、5時45分。そう、たくみが今日珍しく疲れてたのか、寝坊して、あ、これ朝こぼしてコーヒー、確かにガガーとか落としてうわーとか言ってたもんな。そうそうそう、静かに吹きました。で、またゴンゴンくんが お前出ていくんやろ、出ていくわけにはいきませんぞ、当選もしてる、当選もゴンゴンくん僕も行くよ、当選もしとる。絶対出ていかせない。あ、ケーズ電気にしたら7時集合になりました。あ、7時集合になったよね。たくみもだいぶ疲れてるみたいで、仕事が忙しい。あ、そっか、休み明けやもん、うん、そうそうそう、だからちょっとこう、ちょっと早めに着いたかな、6時45分ぐらい。あ、そうやったくみ登場、たくみがエンジンジャージを着て登場、初めてのエンジンジャージ、似合う、似合っとる。そう、今日は山伏峠に行く予定になってます。いいいい、山伏峠、うん、うわー、なんか気象。お揃いのチャリにお揃いのジャージや。そう、この時このグループ気象いなっていう話してたもん。確かに気象い、相当なんか3人揃うと、男が3人やからか、なんか気象いな、ゲイ感なんかな、ゴリゴリやもん、ゴリゴリ感。チームってこんな感じやっけ。もっとかっこよかったっけ、他のチームジャージ揃ってると。バグ、アメチェック、アメチェック、これはどこやろ。ちょっとな、秩父まで行くのは厳しそうやなっていうことになって、どこで折り返したん。これはもう16号線の、そうそうそう、あたり、あのあれか、山崎の、そう、山崎で、ここであの飲み物を買いました。あー、7時から9時まで山崎に寄ることなんてほとんどないからよかったんちゃう。そうやで。田舎の山崎に、そう、この前洗車したばっかりやのに、今日ドロドロで、ドロドロやの、そう、荒川が。で、今匠が買いに行ってます、うん、お茶を。で、なんか中に仲間に入れてって書いてある成人コーナーがあるっていう。どういうこと。どういう、どういうあれやねんって。何を言うとんねん。いや、これね、お茶や、山崎 山崎のなんか弁当についてくるお茶の味するなみたいな言うとった。あ、はいはいはい。弁当についてくる、ちょっと程よい弁当感、会社とかでもらえる弁当、そう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 、あのお弁当についてくる。匠これでも飲まんくだった。やば、さすが。ほとんど俺が飲んだ。お、これで、ね、ちょっとガチそうな感じ。荒川でトレーニングして帰ろうという方針転換をしました。荒川を走ってます。うわー、結構、うわきついのにこいつ出てきた。そう、まだ余裕やん。300ワットぐらいですと言ってる。後ろにもちょっと小さいやつ。そうそうそう、大谷が。匠もなんかポジションを変えて、ハンドルが上がったからちょっと安定せえへんみたいな。あ、そうなんやね。だから手放しが難しいって言ってた。へー、大谷ちょっと悔しい。そう、なんか坂のたびにこうアタックをかけて、うん、それについていけへんのが悔しいっていう話です。でも匠パワーがあるから、短い坂は強いからな。そうやな、そう、確かに。それで大谷がいつも負けるという。 あ、で、ここ上登ったんや。そう、ここ上登って、あの、うん、埼玉のドロドロゾーンを避けるという。避けてね。そう、ここを登れば、うん、埼玉のドロドロを避けれるから、うんうん、そう、今日はここを使いました。この辺も結構飛ばしてるの。この辺も結構飛ばして300ワットぐらいでずっと行ってるイメージ、うん、で、この TT の人たちもいたりとか。一応挨拶しながら抜いて。いや、もう、そう、抜くときはやっぱ挨拶しないと。あれ、ま、これ岩渕。あ、これ、そう、岩渕今工事中やね、こんな風になってるんや。そう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 、大谷が、そう、大谷が消えました。ついに大谷。あ、帰ってきた、来た。悔しい。使い切ってしまった。平坦お化けにちぎられた。そう、そう、平坦お化けにちぎられた。で、葛西臨海公園に向かってます。なんでまた葛西臨海公園。
たくみがね、あの、うん、スターバックスのクーポンを持ってるって言って、あのコーヒーおごってあげるわって言って、マジです、すごいありがたいって。あで東京2020の看板がもう剥がされてました。あ撤去されてたよ、もう剥がす作業してます。そっか、ここにスタバあるもんな。そうそう、葛西臨海公園、そうそう葛西臨海公園にスタバあるから、うん、そこに行って、なんかおしゃれ風を気取ってるけどおしゃれおしゃれ動画、この3人で行った、匠がおごってくれます。あスタバ、そうスタバ、そう大谷のファンに向けて、あ大谷のファンに向けて宣伝してるやん自分とこの、自分とこのチャンネルを宣伝するやつしかも自分出てへんのに、そう自分出てへん奥さん出てるスタバです。何飲んだ、なんかだベンティーの、あのやっぱりでかいやつ飲んでるやん、ベンティーのコーヒーをおごってくれました。ホットコーヒー、ホット、いやアイスコーヒー、え、これアイスコーヒーなの？そうそう、アイスコーヒー。そうやね。へぇ、めっちゃ氷入ってて、また氷バリバリ食べてたね。やばー。なんでこの3人。うわ、怖い怖い。ジョジョダッチ。あそういうことか。そう、なんかジョジョの話とか、あと家買う話とかを、あここに来て、座ってみんなでしてた。仲良しか。ここに1時間ぐらいいたんちゃうかな。めっちゃ喋ってるやん。ずっと家の話してた、ね、スタバ飲みながら、そうスタバ飲みながら天か、そう RP9 を買うべきかそうじゃないかみたいな、いやもう RP9 も GoPro10 も買っとるやないか確かに GoPro10 もどんだけ金かかんねん大谷の家よりは安い、そう大谷の家よりは安い大谷が家買うこと考えたら誤差や、誤差誤差、あここで匠はお別れ、ま、ここまでなんや、そう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 、ここから帰りやすいみたいな、そうなんや、うん、でもう大谷とも別れて、あまた家の話しながら、でも俺らの近くに住むのもありやなっていう、え来て言ってないわ、明日押せば行けるかもしれない、明日もご了承しよう、ゴンゴン君も来てほしいな、僕はどっちでもいい、どっちでもいいどっちでもいいかまあそりゃそうやな、ゴンゴン君どっちでもいい、もうそこそういうのにのなびかないなびかないなびかない、大谷の写真噛んでたもん、噛んでた大谷、カレー食べてカレーを食べました、あいいな羨ましい私もこれ食べたい、ライドの後はカレーです、ほんだらほんならほんなら